コーテッドグループからお世話になってる鈴木さんです。イエーイ楽しみ、うん、でもよかったね、ウサギで勝つとかだったらどうするってね勝つ年だけどドラゴンだったらどういう格好になるんですか。ドラゴンだったらもう着ぐるみみたいな着ぐるみやばいです。あ、ちびごみしたい、ありがとうございます。絶対私がメイクチンするやつ本当に効くんですか。でもこれむくみ取れる感じするよね、うん、なんかやっぱ前から後ろにこうやってグリグリ耳を持ってちょっと持つよ、うん、こうやってやると引き上がるんですよ、うん、これでこうだから今ずっとそれをしてるってことだもんね。メルちゃん、ディズニープリンセスの実写化に出演できたらどうしますか。うわ、どうしよう。性格的にはめちゃくちゃやっぱラプンツェル分かる、なって思う。今言おうとしました。本当、メルちゃんっぽい、ぽいよね、うん、ラプンツェルかな。メルちゃんのきっかけでサバゲーに興味を持ち、今準備をしています。おエアガンをメルちゃんと同じカスタムにしたいので、うん、使ってる銃とカスタムに使った部品を全て教えてください。全てはちょっと、あと屋外フィールドで使ってる靴とゴーグルも教えてくれたら幸いです。ね、屋外フィールドで使ってる靴はね、あのさ、ウォークマンじゃなくてなんだっけ、ワークマン、ワークマンだよね、あの工具屋さんみたいなさ。出た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 。そう、ワークマンで1500円ぐらいで買った、山とかにも行けるみたいなやつと、また泥だらけになるから泥がついてもいいやつ。ゴーグルはね、あのどこだったか忘れちゃったゴーグルはちょっと分かりません。エアガンは ARP9 使ってます。カスタム、カスタムはねめちゃくちゃしてるのよ。実は最初タイタン入れてたんだけど、今カゲロウってやつをまず入れてて、ピストンも変えてるし、ちなみに私はあれほぼ全部違うのよ。もう箱出しで一回も使ってなくて、ピストンマガジンも変えてるでしょ。純正で箱に入ってるやつはカラカラ音が鳴るんですよ。それじゃなくてサイレントなマガジンを使った方が良くて、私はとにかく最初は速さを出したかったからカゲロウとか入れたけど、あと音もちっちゃくしたくてゴム変えたりとか、なんかのバネ変えたりとか、あと持つところガードも変えてるから、お写真がこちらです。じゃん、来年サバゲー動画を出すのを目標にしよう。 YouTube の久しぶりに行く人でも楽しめるディズニーランドまたはディズニーシーの1日のスケジュールを教えてください。じゃあディズニーシーから行きましょう。ディズニーシーだったら、まず入って地球儀のところに大体キャラクターがグリーティングしてくれてたりするんだけど、ウェルカム、あ、ディズニー来たっていうのを味わいつつショップに入りますね。カチューシャとか選んでつけてもらって、じゃあまあお腹すくじゃないですか。そしたらなんか私が好きなのは、あの開店2万マイルとかの近くの、ま、中心のところにある中華のお店か、アラビアンコーストの方にあるインドカレーとかカレーのお店がめっちゃ好きで、まあ、そこら辺を食べたりします、まあ、あと軽く食べたい時は普通にタワーオブテラーの方の近くにあるサンドイッチとかあるところでサクッと食べるのもあるし、最初からお酒飲みたければホットワインとかさ、カクテルとかがあったりして、 SS コロンビア号があって、 SS コロンビア号の近くこう広場があるんですけど、そこの近くってちょっと結構屋台みたいな、屋台じゃないわ、あのカートでね売ってるから、そこでお酒買ったり、あのソーセージ買ったね、月肉ソーセージ買ったりとか、そういう感じで、まあ、ご飯食べてもらって、ほんと一緒に行く人によるんだよね。ただ絶対にショーの抽選をした方がいいと思います。抽選だからとりあえずやってみる、うん、当たったらラッキーだしみたいな。でインディンジョーズとかリトルマーメイドの方行ったりして過ごしますかね。あ、タートルトークは絶対行くわ。私タートルトークさ、初めて行った時から一回も当たらなかった時ないんだよね。でこの間もちゃんと立派に当たって、でこの間そのミューとディズニーランドディズニーシーで2日間行ったんだけど、ミューに、ね、タートルトーク並んでる時に絶対私友達に言うのよ、なんか私本当に当たらなかったことないんだよねって言うんだけど、結構プレッシャーじゃんそれって、次当たらなかったらどうしようってちょっとドキドキしながら人と違うドキドキを感じながらタートルトークに行ってるんだけど、ちゃんと当たるんだよね。ランドは私はフィルハーマジックと、最近新しくビジュとエジュエレンできたマジミューっていう新しいショーが私も歴代で一番好きで、今までずっとテーブルイズウェディングっていうディズニーシーの SS コロンビア号の前でやってためっちゃ詳しいめっちゃ詳しい、うん、ショーが好きだったんだけど、うん、今真面目に切り替わって真面目のショーを抽選やって、カリブの海賊とフィルハーマジックは好きな、なんか絶対行くかもって感じですね。女優業関連の質問ですが、はい、今後ドラマや舞台で共演してみたい役者さんはいらっしゃいますか。共演してみたい方なんてたくさんいらっしゃいますけど、みなみちゃん、浜辺みなみちゃんはなかなか忙しくて、まだ初めましてでお会いできてなくて、
なんか仕事でお会いできたら嬉しいなって思いますね。じゃあここからカレンダー向けて仕上げていきます。よし完成。よし完成。やでお待たせしました。よろしくお願いします。どこ行ったの。壁ドン。壁ドン。壁ドン。かわいい。これかわいくない。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで今日はファンクラブ限定で販売されますカレンダーの撮影風景でした。いかがだったでしょうか。こんな感じでいつも楽しく撮影しています。ぜひ、今販売中なので買ってください。メルシーファンクラブに入ってくださいね。待っとうよ。バイバーイ。